次はちょっと雰囲気変えまして、真実ゲームというものをしたいと思います。嘘探知機というものを使いたいと思いますけど、真実ゲーム機ゲドン、はい、出てきました。これ嘘探知機という本当なんです。これ嘘を言うと、あの本物です。軽い電気が流れます。軽い電気です。皆さん、そんなに危ない電気じゃなくて、もちろんあの 100% 科学的あの根拠はないんですけど、答える人の緊張の状態とか、あの心拍数によって、そうなんです、嘘だと思ったら、こういきなりドキドキしたらピリッという電気が流れるものなんです。ちょっといいですよね、こういうものも。答えは Yes or No だけです。はいかいいえだけでいいんです。はい、まず一番前にありますよね、その機械が。チェジュンさんから。チェジュン、手をこう入れてください。怖いですよね。なんか、あ、この、いや、あ、そのまま。言いたいぐらいチリッとします。そのまま手をここに指をこう、こういうふうに入れてください。これ痛くないですよね。痛くない。嘘をつかなければ大丈夫です。で、これでリセットを押して、そうすると、今答える人が誰なのかをこの機械が、あのチェックするんですよね。ちょっと待ってください。その緑のランプがここまで来たら行きますけど、それで私が質問をしてからスタートをすると答えてください。行きます。 JYJ のメンバーの中で僕が一番かっこいい。いいえ流れました？流れてない。 OK かな、これ。 OK です。 OK、 OK。 かっこよくない。じゃあ誰が一番かっこいいと思いますか、ジェジュンさんは。僕それ流れてる。電気が流れてる。ほらほら、じゃあ僕はあのかっこいいと思ってるのは嘘だっていう。ああ、じゃあ僕がかっこいいと思ってない、一番かっこいいのは僕じゃないと思ってらっしゃる。ないです。かっこいいということなんですよ。はい。じゃ、本人はそう思わないということなんですよね。だいたいかっこいい、かっこいいとはみんなそうです。自分はかっこよくないと言うんです。次の質問に行きたいと思います。その後はリセット、スタート、スタートですよね。機械が、この機械、今日初めてなら OK、あ、違ってますよ。チェジュンさんが料理がうまいのは皆さん知ってますよね。僕は料理がうまいなので、チェジュンだけよ、質問します。料理が下手な女は嫌い。 Yes or No。 No です。あ、OK。 じゃあこれで OK、 流れてないんですよね。というのは料理が下手でも大丈夫。あ、下手では大丈夫なんですけど、うん、OK だって。OKOK。 下手でも大丈夫なんですけど、なんか努力をしない人は嫌だ。はい、あの下手でもいいから努力して頑張って自分のために作ってほしい。努力しても下手。そう、才能がないとたまに、ね、まずい、どうしてもダメっていう。いや、いつでも料理っていうのもいつでも愛する人にいつも作ってあげれるんですけど、なんかただなんかもらうだけで、まあ、いつもその料理を作ったりするのが、それが楽しいんじゃないですか。それが幸せじゃないですか。うん、あ、作ってあげるのが幸せだから、そういうあの愛する人のために料理を作れる喜びを分かっている女性がいいということですよね。天才。理想のタイプの女性はどんな人が好きなんですか。理想的という理想的な女の人はこれも入れましょうか。やってみます。やってみますか。やってみたらこれが本当なのかどうなのか。いや、僕もよくわかんないから。で、僕が好きな女性のタイプは、あの心が温かい人。OK だった。あ、これで OK。 もう一回押して、心が温かいと。心が、もう一回言ってください。心が温かい、本当にそう思ってるんです。もう一回言って。
心が温かい、温かい、ウキ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 ちょっとこれ変ですよね。これ大丈夫ですか？大丈夫、さっきチェックしました、大丈夫です。これちょっとダメだと思いますよ、なんか、じゃあ生活の生活あずっと OK だったよ。ずっとなんで送るんですか？まだまだ、だからもう一回答えた後に押しますから、言ってください。はい、やってください、どうぞ。じゃあ格好が不良だった女の子例えば悪いね、ボスを守れみたいな時に OK です。そういう人でも大丈夫だということことですかね。だからこれ嘘の場合は電気流れますけど、嘘じゃないと電気流れないんですよ。嘘信用できない、はい、じゃあ信用できないというリサさんに言ってみたいと思います。リサさん、ちょっとやってみてください。信用できないというリサさん、手を入れてください。ずっと、はい、でリセットをします。そのままずっと言ってくださいね。はい、いきます。ドラマの中でミスリプリでもそうでしたけど、今回のドラマでもこの男ってなんで女を見る目がないんだと、また騙されてるというふうに思う瞬間ありますよね。女性が見たらあんなに悪い女なのに、またその女の可愛い子ぶりに騙されてしまう。普段のゆちょんも女によく騙される。どうだと思いますよね。ノーノー。あれ、反応がない。機械が迷ってる。OK。 あ、じゃあノーだと思う。でしょ、信用できない。じゃあ騙されるんですか、女性に。信用できないということは騙されてるんです。ずっと手を入れてないとこの機械がリチャーさんを分からないので、もう一回しますね。大丈夫かしら。はい、じゃあ次いきますね。今までのドラマで、3人の女性が出てきましたよね。ときめき、ソンギュンガンスキャンダル、そしてミス・リプリ、そして今回の屋根裏部屋の皇太子。その中に理想のタイプがいた。Yes or no。これはいたと思うんだ。いますね。じゃあ OK です。電気流れてないから本当です。嘘じゃないという、皆さん正直です。ちなみに信用できますねちなみにどなたと聞いても、いや、それじゃ理想のタイプ、やっぱりキャラクターですよね。いや、キャラクターじゃなくて本当の性格が本当に良くて、うん、いいんだなと思ったんですけど、それで思って、ありがとうございます。思ってて、いや、みんな今までの、ドラマの中でも、でも終わり、なんもない、なんもないですよ、普通にパートナーとして、はい、素敵な人だったという、皆さん、はい、性格が良くてよ、そういう人だといいんだなと、うん、はい、はい、ちなみに今の撮影現場の雰囲気はどうですか？いいですか？最高です。最高ですね。だから素敵なドラマが生まれるんですよね。はい、この機会は信用できるとおっしゃってくださったジュンさん、ちょっと緊張するね。はい、入れてキュッとそのままにして、まずリセットをして、この機械がジュンさんの、そうですね、キャッチして、それが最後までいってから質問をします。はい、いきます。 Yes or No で答えてください。 JYJ のメンバーの中で歌は僕が一番。いいえ。流れてない。あ、じゃあ本人はそう思ってるということですよね。じゃあ誰が一番上手い、ちょっと問題あるじゃないですか、この、いや、でも純粋さんがそう思ってるんです。ちょっと、あ、なに、
なぜかというと、こっちのカメラで画面ちょっと虫がジャケットに虫されてますよね